え、待って、マッチングダメ。ああ、ダメ、プープ、何さあ、それではここからの演技、技の説明は一切ありません。皆さんには花ちゃんの生まれ持ったバランス感覚と鍛え抜かれた体幹の強さ、今日はぜひご覧いただこうと思います。さあ、それではいい花ちゃん、集中してよさあ、それでは皆さん、ここからは花ちゃんの足元よくご覧ください。いきます、最高。はいよーし、おー、そう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 、めちゃめちゃいい歓声、ありがとうございます。真ん中探して、真ん中よ、真ん中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 探して、そう。さあ、皆さん、すごいの、ここからです。ゆっくりいきます。気をつけー、一気に差し下ろし着地です。よいしょ、ナイスでした、花丸ちゃんでした。頑張るあんたを先にご紹介して演技を続けたいと思います。まだよ、まだまだ、まだよ、呼ばれてからだ。実はですね、大きな手拍子よろしくお願いします。参ります、ボディーウォークです。ミュージックスタートです。ちょっと練習しようかなと思ってて、なんかまず興味を持たせるところからやってはいるんですけど、興味がなくて、投げてもボールとかだったら投げたら持ってくるんですよ。コツとしては、あの、結構みんな間違えちゃってるのが、はい、フリスビーをいきなり教えようってのは間違いなんです。あ、そうなんですか。まずボールは正解です、はい、で、今日は持ってきた楽しみを確実に教えるんですけども、ボールができたら僕次おすすめなのが、フリスビーの硬いのじゃなくて、はい、フリスビーの柔らかいのとか、犬にとって噛み心地のまったいらなおもちゃを用意するのが一つ。フリスビーって転がしてるのを取らせることを教えちゃうんです。で、コロコロコロって転がってるのを横から加えることによって、あの、フリスビーはまず横から加えることを習慣づけちゃうんです。それでは持ってきて引っ張り分けちゃうんです。結構みんな、あの、フリスビー持ってきたら、よし、もう一回もう一回もう一回じゃなくて、ね、持ってきたらそれに対してまた違う遊びをしちゃうんです。引っ張りアップをすることによって、犬ってだんだん物を出して深く込むことを覚えてくるんです。はいはいはい。来てすぐ出して投げちゃう子は、持ってきてボトッと落としたり、走ってる最中ブローンと落としたりしちゃう。あー、それやります。
それをあえて柔らかいフリスビーで持ってくることによってちょっとこうやって動かして引っ張り合ったりとかして、はい、それでうならしちゃうんです、でうなった止まった出しだったらまた転がすなんです。なるほど。その代わりフリスビーを教えるときは初めのトレーニングって 1,2 回なんです。 1,2 回やって次ボールまたいつも通りの遊びに戻しちゃうんです。あで柔らかいフリスビーを転がしてバカーンと越えるようになってきてから今度投げる。そしたら犬って初め拾ってくるんですけど、どっかのきっかけで宙に浮いての早く戻りたいから勝手に取るようになるんですよ。そしたら知らないとやってるようになる。だから投げ方はもう気にしなくていい。あ、そうなんですか。投げ方よりはおもちゃの種類をどんどん変えていく、はい、で転がす。警戒中か。ベベ、おいで。ベベー。